ウンターが見えてまいりました。1名の選手が若干5秒程度先行しているという話もありましたが、どうやら見てみますとそういうわけでもなく状況も若干変わってきたのよ。十数名程度の先頭集団、そしてブリッセンとマドリックス、そこを追いかけるキャノンデール、そしてブリッジ集団、このような状態になっています。このまま地元のそして、ファンの声援を受けつつ、ぐいぐいと登板しています。登板エリアに各選手が入ってきました。85分が経過という状態でありますが、
このレースは15分プラス2周回で行われます。さあ先行は10名、そして5秒程度のタイムギャップということになります。さあ道路の実践では、さあブリッツェン、そして島野先行といたしまして集団、これはほとんどもう差のない状態でありまして、また一つの塊となりまして、コントロールラインを続々と通過していきます。まあ、差のない状態で、周回を重ねていきまして、17周回完了。
きな開きはないようではありますが、レッケンナンバー7番と24番、この変更中、現在ウィッチェスが変更っております。ウィッチェス、そしてシワの、このような現在変更中とのこと。さあ、その選手なんですが、レッケンナンバー7番の入江翔太郎、スタミナフリッチからは増田成幸、現在の、そして芝田レーシングから青柳和樹、そしてマトリックスパワーソンからは向井川直樹、以上と4名の選手が現在先行。ですが4分50秒17、4分50秒、現在、先行しております。さあ、大体タイムギャップは5秒から6秒出しているわけなんですが、この芝田レーシング、青柳和樹、入江翔太郎、そして松田成樹、向井川直樹、以上4名の選手が現在先行しています。